はいこんにちはレトスの大野です9月6日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます試験まで残り1ヶ月ちょっとですねこの1ヶ月でも実力は上がります諦めずに勉強をしましょうただ一つ条件がありますそれは私がずっと言い続けていることなんですけれども勉強の仕方を間違えたらどれだけ勉強を頑張っても合格できませんしっかり理解学習を行うことこれが実力を上げるための条件になってきます 実際、理解学習をしているつもりになっていて理解学習ができていない方が多いです市販の模試はそれほど難しくないので過去問が得点できていれば市販の模試で40点ほど取れるんですけども弊社レトスの模試は本試験レベルでそうはいきません理解学習ができていないと得点できない仕組みになっています今からでも実力は上がりますまた理解学習の確認もできます是非行って最後に実力を上げてください 弊社の予想もしは、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。債権者は複数の連帯債務者全員に対して、格別に、かつ同時に全額を履行請求することができる、丸かバツかという問題です。考えたい方は、動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 で答えは丸ですね格別にっていうのは一人一人にっていう意味です債務者一人一人にかつ同時にってことですねで連帯債務の債権者っていうのは債務者の一人または全員に対し同時または順次に全部または一部の履行を請求することができますつまり100万円について3人の連帯債務者がいたと仮定しましょう債権者は3人全員に対して同時に100万円を一気に請求することって可能なんですね 3人に対して100万円、100万円、100万円っていう風に請求すること可能なんですよ。なので、丸だということなんですね。もちろん、誰か1人から100万円を返してもらえば、その他の債務者からお金を返してもらうことはできません。これなぜかというと、100万円返してもらった時点で、債権者が持っている100万円の債権消滅しますよね。だから、請求するのは全員に対して請求することはできるけれども、100万円を誰かから返してもらったら、 その時点で他の人からお金をもらうことはできませんので。まあこれは当然ですよね。まあこの内容は連帯債務の基本的な内容なんで、この具体例を頭に入れておけば大丈夫です。では問い2です。宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない、丸かツかという問題です。で、答えは丸ですね。 不正手段により免許を取得した場合、業務停止処分自由に該当し、上場が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合、この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は、その取り消しの日から5年、これを経過していないと免許を受けることができないんですね。従って、免許取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということです。まあ、基本中の基本の問題ですね。 これは解けると思うんですけれども、似たような問題で注意すべき問題があります。引っ掛け問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしている部分なんですね。で、この点は少し話が長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。個別指導の受講者さんは、受講者専用のメールマガの方、ご確認いただければ載っていますので、そちらからご確認ください。 で宅地造成等規制法ですえ。宅地造成工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土または盛土を行う場合え、宅地造成等規制法の許可を有しない、丸かツかという問題です。えこれは必要なのでツですね。宅地造成等規制法でいう宅地っていうのは、 農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、まあ、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地なんですね。で、この政令で定める公共施設のように供されている土地の中に、私立の高校ではなくて、まあ、公立の高校とかは入ってくるんですよ。公立の高校は入ってきます。なので、公立の高校は、これ宅地にはならないですね。まあ、公立の高校のための用地ですね。は宅地にはなりません。 しかし、私立高校用地っていうのは、これは宅地に当たります。で、今回は10万平米の造成工事なので、宅地造成等規制法の許可が必要だということです。公立高校用地は宅地ではありません。だから、宅地造成等規制法の許可の対象外で、まあ、許可は不要なんですね。まあ、一方、私立高校用地は宅地に該当するから、宅地造成等規制法の許可の対象になるよと。これは対比して覚えておくと便利なので、頭に入れておきましょう。 そして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか新たな発見や理解 さらには頭の整理まで行います試験まであまり時間ありませんので今から真の実力をつけていきましょうレトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスのオノでした今年絶対合格しましょう